ユルゲン・シュトロープ、ユルゲン・シュトロープは、ナチス・ドイツ親衛隊の将軍。1943年4月のワルシャワゲット放棄の悪名高い鎮圧者で知られる。親衛隊における最終階級は、親衛隊中将及び武装親衛隊中将。警察における最終階級は、警察中将。1895年9月26日に、 ドイツ帝国両方、リッペ公国首都デトモルトに、警察官の息子として生まれる。生誕時の彼の名前は、ヨーゼフであったが、1941年に亡き息子の思い出、またより、アーリア的な名前であるということで、ユルゲンに改名している。カトリックの中産階級の環境で育った。小学校を卒業した後、第一次世界大戦開始まで、同地の土地登記所で見習いとして、 職業訓練を受ける。第一次世界大戦勃発後の1914年8月にプロイセン軍第55不評連隊に志願して従軍した。第256不評連隊に所属しポーランドやリトアニア等の東部戦線へ送られ、1918年の終戦までに二等軍曹に昇進した。また二級鉄十字章と戦勝章黒章を受けた。 戦後は1933年までデトモルトの地方、陶器所で働いていた。シュトロープの妻は、狂信的反ユダヤ主義者であり、また、シュトロープ自身も、エイリヒルーデンドルフ将軍を深く尊敬していた、ことからナチズムに共感を覚えるようになったという。1932年7月に、国家社会主義ドイツ労働者党に入党し、1932年7月7日には、 新英隊に入隊した。1932年11月の国会議員選挙におけるデトモルトでのナチ党の躍進に貢献し、ハインリヒヒムラーの目に留まる。1933年1月から1934年5月まで、一般新英隊の SS 第72連隊、第2大隊長に任じられ、ついで同年5月から1935年6月までは、 第17親衛隊地区の幕僚長に就任する。ついで1935年6月から1938年11月にかけては SS 第28連隊の指導者を務める。この間の1936年から1938年にかけてミュンヘンの親衛隊常和学校、ベルリンの親衛隊人種及び移住本部のコース、 ダッハウの新英隊幹部養成クラスなどに入学して政治教育や幹部教育を受けた。1938年11月から1940年3月まで第38新英隊地区指導者を務めた。ポーランド侵攻後の1939年10月にポーゼンの補助警察の指揮を取った。1940年3月から1942年11月にかけては 第42神栄隊築指導者を務める。この間の1941年7月から9月にかけて第 3SS 走行師団、ドクロに入隊し、中隊の指揮をとっている。ついで第 1SS 走行師団、ライプシュタンダルテアドルフ・ヒトラーの大隊長1、か月ほど務めている。1941年12月から1942年10月まで。 ロシア南部親衛隊及び警察高級指導者、ハンス・アドルフ・プリッツマン親衛隊大将の下で、保安警察及び SD 監督官を務め、南ロシアの占領地の治安維持に当たった。親衛隊及び警察指導者としての訓練を受けた、後、1943年2月から3月にかけて、レンベルク親衛隊及び警察指導者に就任。 ワルシャワゲットの衝動作戦を見守るシュトロープ。1943年4月19日に、ワルシャワ親衛隊及び警察指導者、フェルディナント・フォン・ザンメルン・フランケネック親衛隊、上級大佐が、ワルシャワゲット放棄の鎮圧に失敗したことで、ヒムラーは代わって、シュトロープを、ワルシャワ親衛隊及び警察指導者に任じ、鎮圧部隊の指揮を任せた。シュトロープは、 消突作戦を実施して、ワルシャワゲットを文字通り火の海にし、放棄したユダヤ人たちを地下号へ追い込んでいった。シュトロープは次のような報告書を書いている。火は夜通し燃え、探しても見つからなかった屋根裏部屋や地下室に隠れたユダヤ人たちを次々といぶり出してくれました。何人ものユダヤ人が窓から飛び降りたり、シーツを使って滑り降りようとしていました。 我々は、こうした、ユダヤ人たちも他の者たちと同様にその場で始末しました。1943年4月22日のシュトロープの報告書5月8日に、放棄の中心組織であるユダヤ人戦闘組織の司令地下号を発見し、そのリーダーであるモルデハヤ・ニエレビッツを殺害することに成功した。5月15日になると戦闘も散発的となり、5月16日に、 シュトロープは正式に血統解体完了を宣言し、その記念に大事なゴ具を破壊させた。シュトロープの報告書によると5万6千人のユダヤ人を捕らえた。捕らえた者の,のうち7千人が作戦中に死亡し、また移送中に6929人が殺害された。合わせて1万3929人が死亡した。 捉えた5万6千人とは別に5千人から6千人が爆発、火災で死亡したという。ただしこの数については、シュトロープが自らの手柄を大きく見せかけるために行った誇張ではないかとする説もある。捉らえられたもののうち生存していた者たちは、トレブリンカ絶滅収容所、マイダネク、強制労働収容所に送られていったという。1951年、 ポーランドの法廷にかけられる、シュトロープ1943年9月から10月まで、ギリシャ新衛隊及び、警察高級指導者に就任。1943年11月から敗戦まで、ラインイコールウェストマルク新衛隊及び、警察高級指導者を務めた。1945年5月に逮捕され、アメリカ兵パイロット射殺の件などで、 ダッハウで行われた米軍の軍事法廷にかけられ、1947年3月22日に死刑判決を受けた。しかしその後、ポーランド政府に引き渡されて、ポーランドの法廷にかけられた。ワルシャワゲット法規鎮圧の責任を問われ、再び死刑判決を受けた。1951年9月8日に、ワルシャワで刑事した。ありがとうございます。